ークリーミート今治。この放送では今週週間で更新されたミート今治の記事を深掘りしたり、週末のイベント情報または今治市の記者クラブに投げ込まれたプレスリリースなどを紹介していきます。こんばんは、ミート今治の荒木孝弘です。さて、本日が8月19日、音楽も終わり、お盆も終わり、夏休みいよいよラストスパートというか後半といった時期にやってまいりました。まあ、社会人の方々とかは夏休み全く関係ないって方も多いかもしれませんが、もうお休み、長期のお休みとかも取られた方も終わった方も多いんじゃないでしょうか。まあ、ここからね、暑さと戦いながらちょっとこう秋めいていく自然の動きを感じながらっていう季節になっていくはずです。とは言いながら朝晩ちょっとずつ涼しくはなってきましたけど、まだまだ日中はね暑いのでね、お気をつけいただいて、で、まあ連日騒がしております感染症の陽性者数ですねに関しても、まあ、ずっと高水準が続いているので、なんかまあ本当に周りでもね、かかったよっていう方、陽性になったよっていう方結構僕の周りでも出てきたりして、まあ、幸いね、僕は濃厚接触者に当たること現状ないんですけど、まあ、いつ来てもおかしくないなという心持ちで日々過ごしております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、通常僕も先週かな、お盆あたりはちょろっとこう休憩というか、なんかちょっとスピード落としながら、別に丸々一日休むとかなかったですけど、なんかのんびり過ごした1週間でした。まあ、まだまだ暑いですし、やることもいっぱいありますが、日々楽しく過ごしていきましょう。ということで、今週もミート今治の記事の振り返りからスタートしていきます。まずは8月12日分ですね。こだわりが詰まった期間限定の大人のソフトクリーム、濃厚カカオをご堪能あれという記事を公開しております。こちらはアルムケーキ屋さんですね。まあ、メインというかこう有名なところで行くとアルファンブラチョコカカオ菓子ですね。カカオのなんていうんだろう、パウンドケーキみたいなのかなっていうのが、もうおもたせとしてはもう定番すぎるほどの商品ですけれども、こちらが夏季限定でですね、9月末までソフトクリームを提供してます。で、まあ、カカオチョコの得意なケーキ屋さんならではで、カカオのソフトクリームが提供されています。まあ、タイトルにもあるようにですね、大人のソフトクリームということで、ちょっとビターめな、ちょっとこう濃厚な感じのソフトクリームになってます。かなりね、こうこだわりが詰まったソフトクリームですので、なかなか美味しいですね。なかなかというかだいぶ美味しいんですけど、まあ、やっぱこういうケーキ屋さん行くとね、どうしてもディスプレイに並んでるケーキを眺めながら待つことになるので、いやーケーキ食いてーと思いながら、いやでも今からソフトクリーム食べるしなみたいな、この葛藤に悩むことになるんですけども、ね、チョコのソフトクリーム、しかもこう濃厚な、ずっしりとしたショコラソフトクリームですので、まあ美味しいですよね。それはもちろんチョコで有名なお店ですからね。ということで、まあ暑い時期ですが、ぜひこちらのソフトクリームもお楽しみいただければなと思います。アルムのカカオソフトですね、大人のソフトクリームをぜひお楽しみください。続いて8月13日もですね、しまなみ海道が見える展望台でいただく地元のひんやりスイーツという記事を公開しております。こちらはしまなみ店が、違うな、来島海峡展望台展望館という場所で、まあ今はしまなみピクニックという名前で営業されてますが、しまなみ海道が一望できる展望館のしまなみピクニックに行ってきました。こちらも以前から、まあ、ひんやりスイーツとかいろんなスイーツやドリンクやが提供されているのを知ってたので、まあ今年どんなのがあるのかなと思って行ってみました。で、ソフトクリームのコーンタイプじゃなくて、いわゆるこうカップタイプのアイスソフトクリームが、1,2,3,4,5,6,7、全部で7種類かな、提供されてます。予感だったり、大三島レモンであったり、晴れ姫ジュレ、愛媛キウイ、今治ブルーベリー、博多の藻塩、ミルクアイスというラインナップになってます。で、こういうところに行くとね、やっぱ思うんですけど、なんか
お土産屋さんの一部分も一部あるので、そういうのをこうふらっと見たりするんですけど、まあ、知らんの多いですよね。こうなかなかこう今治に住んでる人が今治のこうなんていうかな、お土産を誰かに渡す機会ってあんまりないと思うんですけど、こういうとこ久しぶりに行くと、あ、こんなんもあるね、こんなんもあるんやっていう発見がね結構あったりするので、まあ、その辺もねおすすめですね、たまに行ってみるのはね。で、まあ、この日も暑い日に行ったんで、三島レモンアイスを僕は選んだんですけど、まあ、こうレモン香る甘さと酸味とっていう、もう定番のアイスが美味しい季節ですね。まあ、天気のいい日はそこのベンチに座って、しまなみ海道、海、島を眺めながら食べるスイーツ。まあこれ鉄板ですよね、当然ですけど、まあ、美味しくいただきました。まあお手頃価格350円で、で大阪もちょうど量ボリュームもちょうどいいので、もうすぐ食べちゃいますね、こういうのはね。まあ、地元産で構成されるソフトクリームですので、ぜひ地元の味を楽しみたい方もこちらはおすすめです。続いて8月14日分ですね。8月14日はミトンコラムが、公開されています。まあ、これまあ大体月1回ぐらいで、更新されている高橋さんという方が書いてくれている、発達障害とか自閉症とかいう方々を通じて、なんていうかな、思ったこととかをコラムにしていただいているものです。もう2011年からかな、ずっとこうなんていうかな、根強いファンというか見ていただいている方がかなり多いので、まあ、今年も引き続きというか、まあ、ネタが続く限りというか書きたいことがある限りお願いしているというようなものです。ぜひこちらも現状がねすごくよくわかるコラムですので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。続いて8月15日分ですね。8月10日オープン、野間小学校近くに小森食堂が登場という記事を公開しております。こちら8月10日からですね、これ説明的には小学校を大西側にちょっと過ぎて、池内オーガニックの向かい側ぐらいですね、ざっくりでの道沿いにあります。で、黒い、まあ、古民家なんですけど、まあ、看板がもうめちゃくちゃちょこんとちっちゃなものなので、道路早く過ぎてるとちょっと分かりにくいかなというようなお店です。で、駐車場もそれほど大きくないので、こうデカデカとどこどこ新しい店できましたっていうようなイメージではないので、まあ注意して、通っていただければ分かるかなというようなお店です。で、まあこの記事を公開してですね、まあこういう新しいお店で、まあ載せていいですかっていう、こう案内をするときに、まあいいですよっていう方とダメですよっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ小さなお店の場合ももちろん確認していいですかっていう話をするんですけど、で店主の方がここでこういいんですよって言っていただいて、で、まあ、こう記事を公開したわけなんですけど、まあ、その反響がすごい大きかったらしくてですね、かなりこう次の日、公開次の日にこうお断りすることが多かったということで、直接ご連絡させてもらってすいませんでしたと、いう連絡をさせてもらいました。で、この辺すごい難しいんですけど、まあ、ドヤ顔して、いやいや、うちめっちゃ反響あるんで、ちょっと乗せてバタバタしてもいいですかねみたいなのってなかなか言えないので、正直反響があるかどうかっていうのは記事を公開してみなきゃ分かんない、まあ、ある程度数字があることは分かってるんですけど、それがこう予約行動とかその人たちの来店っていうところまで向くかどうかっていうのは僕らがちょっと把握しきれないので、なかなかこう難しいところなんですよね。めちゃめちゃ来るんですけど大丈夫ですかとはね、口が裂けてもちょっと言えないので、なんかそういうところをこうな難しい、考えさせられる記事だったなと思ってます。まあ、ご連絡すると逆にいろんないっぱいの人に見てもらってよかったですっていう声をいただいたので、まあまたねのんびり行きたいなと思いますけど、小森食堂、木に森って書いて小森って言うんですね、木森じゃなくて小森なんですけど、
食堂って書いてるので、めちゃくちゃこう定食屋さんのイメージをして僕は行ってたんですけど、で入り口前に看板があって見たら、ちょっとね洋食屋さんみたいなイメージですかね。どちらかというとカフェ、カフェっぽいところもありみたいなところで、なんかちょっと表現しづらいんですけど、まあ、定食屋さんではないことは間違いないですね。で、あの当時、今回行った時のランチメニューが4種類で、卵飯と焼き豚卵飯とカレーと、肉オア魚介のパスタで、あとバーガーサンドポテトドリンクみたいな4つの、セットがありました。でこれ全てに前菜がつくということで、注文すると、前菜とそのメインが運ばれてくるという形になります。で特筆すべきは6時半から営業してるんですね。ランチ営業、モーニング営業とかやられてるとこあると思うんですけど、6時半からってなかなかのスピードというか速さですよね。で6時半から営業してて、昼11時までにこう全てのタイムで、モーニングタイムとランチタイムとディナータイムで2時間ずつこう間に休憩があるみたいなイメージですね。っていうところで、こう3つの時間帯で営業されているので、僕が行ったのはランチタイムに行きました。で現在はランチタイムは予約制になってます。ディナーも予約制なんですが、ちょっとかなりバタバタするっていうことで、ランチタイムも現在予約制になってますので、ご注意ください。で、座席数自体がですね、ざっくり10席ぐらいですね。もう小さなお店になるんですけど、カウンターとボックス席があります。で僕はパスタを注文したんですけど、まずこう前菜がね手が込んでるんですよね。前菜手が込んでる系店、僕めちゃくちゃ好きなんですけど、それが一つ一つしっかりこう作り込まれててというか、手が込んでて美味しかったですね。美しいですね、見た目も。でメインのねパスタも、なんか豚バラやったっけな、赤ワイン煮込みみたいなトマトソースパスタだったんですけど、肉のゴロッと差がすごくて、肉ボリュームすごかったですね。こんだけ出すかって、まあもちろん柔らかさになってホロホロしてたんですけど、なかなか美味しいランチタイムでしたね。こういうちっちゃな店でね、なかなかこう知らなきゃいけないというか、看板も小さくて、なかなかどんなお店なのか分かんないっていうところはなかなかね、分かんなきゃ、中身が分かんなきゃ行きづらいところもあると思うんで、まあぜひね、ご予約して行っていただければなと思います。で夜はコース料理の提供で、5名様以上は貸し切りで、要望にお答えするスタイルでやりますというような形でした。まあ、記事を見ていただいて、SNS などをご確認いただければ、その雰囲気もご確認いただけるんじゃないかなと思います。ぜひこちらも皆さんもお楽しみください。続いて8月16日もですね、8月末までの限定価格を延長、水戸今治のお昼12時の記事投稿枠を 50% で販売スタートという記事を公開しております。こちらも定期的に出させていただいている水戸今治の12時の記事、お昼の記事の投稿枠の販売のお知らせです。水戸今治はね、ずっと夜7時の投稿にしてるんですけど、以前はですね、1日2回投稿だったので、お昼11時45分に1本投稿して、夜は19時だったんですけど、今は夜1本だけなので、お昼の枠をぜひPR 枠でご利用いただければなと思って、こういう枠を提供しております。ぜひご興味のある方はアクセスいただければというふうに思います。続いて8月17日ですね、9月12日に地方活性型エンタメパン屋さん小麦の奴隷が今治に初出店という記事を公開しております。こちらですね、小麦の奴隷、名前がこうちょっとねインパクトありすぎるんですが、いわゆるパン屋さんです。でタイトルにも書いてるんですけど、地方活性型エンタメパン屋さんというお題目で、北海道の大樹町っていうような5000人ちょっとぐらいの町から始まったパン屋さんで、現在60店舗で、出店決まってるのは130
店舗と、まあ、合計200店舗ぐらいこれから拡大していくパン屋さんらしくてですね、それがついに今治に登場してくるというところです。まあね、あのオープンしてから楽しみなパン屋さんかなと思うんですけども、名物のねザクザクカレーパンとか、ちぎってもぐもぐとろ生バスクチーズケーキとか、まあ、ホームページ見て言ってますけど、なんかこういういろんな楽しみなメニューが取り揃えられてるので、オープンまで残り1ヶ月ほどですが、ちょっとね楽しみな店舗になってくると思います。はい、続いて8月18日分ですね。イオンモール今治新都市の生しもりボンブラン専門店レモネードショップが8月末で閉店へという記事を公開しております。イオンモールの、フードコートの一歩手前、スーパーと専門店街をつなぐところにあるレモネードバイレモニカっていうレモネードショップと生しもりモンブラン専門店、こちらが8月末で閉店するということです。レモネードバイレモニカに関しては2年弱ですね、1年8ヶ月ぐらい、の営業で、生しもりモンブランに関しては8ヶ月ぐらいですね、去年の12月に登場しているので9ヶ月か、9ヶ月間での閉店ということですね。あの1年も経たずして閉店するってことなんですが、まあ僕もオープン以来全然行ってなかったんですが、まあそのオープンのお知ら、ああじゃあ閉店のお知らせを聞いて行ってメニュー見たんですけど、めちゃくちゃ増えてて、なんかいろんなこう楽しそうなメニューがあったので、まあ残りあの1週間ちょっとありますが、ぜひこう最後にね、こういうなんかかける系というか、こうでもパフォーマンス系のモンブラン屋さんって、まあそんなにねなかなかすぐ出てくるものでもないと思うので、まあ僕個人的にはモンブラン大好き人間なので、ちょっとなくなるの悲しいですけど、まあ最後にもう一度食べてみるのもいいのかなと思います。最後は僕は抹茶モンブランを食べたんですけどね、まあ美味しいですよね、当然ね。もうね、こんな見た目で分かる美味しさってやつですよね。ぜひ、まあ僕は手持ちカップで食べましたけども、ぜひね、あと10日、ちょっと2週間は営業しておりますので、ここでしか食べられないモンブランと、お隣のレモネードですね。こういった専門店ね、やっぱ今までにあんまないんでね、専門店で楽しむドリンクとスイーツを、ぜひお楽しみください。ということで、今週1週間の水戸今治の記事の振り返りでした。続いて、今週1週間で今治市の記者クラブに投げ込まれたプレスリリースを紹介していきます。まずは8月15日分からです。企画展土器サミット in 今治、古墳時代初頭にやってきた土器たちの開催について、今治市教育委員会では毎年発掘調査を実施しており、調査で発見された出土品を多数保管しています。今回の企画展では、古墳時代初頭に現在の県外から今治にやってきた各地域特有の土器を一挙に集め、解説する展示を行います。展示は発掘所で見つかった出土品パネルで構成されます。展示資料は、松木拾った遺跡出土土器、神徳総座が内遺跡出土土器、中寺遺跡出土土器、他計23点。場所は今治市立中央図書館1階ロビー。日時は令和年8月20日から令和年12月11日までというふうになっています。続いて8月16日分ですね。大音量ラムフロートホーン寄贈式開催について、親族の溺死事故の教訓により開発したフロートホーンを今治市営プール副施設防犯及び水防活動等で今治市民の事故未然防止に活用していただくとの趣旨により寄贈するものです。この製品は溺死事故防止対策製品ですが、今後介護や防災などさまざまな活用を期待されるものです。開発者は大西町山内在住の片上義木さんが、自ら体験により約25年の、自衛船舶、船舶なんとか塗装なんかな、設計業をリタイアし開発。製品の特徴は電子部品を一切使用しておらず、従来の防犯ブザー等では対応できない、水場での使用が可能。
製品の使用方法はストッパーを強く引き、体から引き離すと内臓のガス管よりガスが噴出し、本体の浮揚が約60秒間になると。本体浮揚し、ガスがなくなるまで浮揚は鳴り続けるということで、日時は8月17日、水曜日13時30分から14時まで、今治市庁社本館2階にて行われます。続いて、来てみて日本一住みたい街今治フェア開催について、今治市単独のフェアを都内初開催します。移住相談ブース、地域おこし協力隊募集フェア、企業説明会、日時は令和4年8月25日木曜日1時から13時から21時まで、26日金曜日13時から21時まで、27日土曜日11時から18時まで、東京都中央区京橋にある都移住交流情報ガーデンという場所で行われるそうです。続いて令和4年度道路ふれあい月間運動の実施、道路ふれあい月間8月1日から8月31日運動の一環として、道路を利用している方々に対し道路の役割及び重要性を再認識してもらい、道路の正しい利用の啓発を図り、道路を常に広く美しく安全に利用する機運を高めてもらうことを目的として実施しますと。今治市内の舗装業者等が中心となり、昭和61年から本運動を実施してきた今年で37回目になりますということです。令和4年度推進標語は朗らかにお酒にどうぞが言えた朝、多いですね。日時は令和4年8月25日木曜日8時から10時半まで、場所は道路補修箇所、各午前8時30分から各現地でというふうになっております。続いて8月17日分です。新型コロナウイルス感染症対策等に係る補正予算の先決処分について、今治市では新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大の状況を踏まえ、容体の悪化した自宅療養者等に対する往診等の支援措置を講じるため補正予算を編成し、当日令和4年8月17日付で先決処分を行いましたということです。内容は、新型コロナウイルス感染症自宅療養者等への医療支援、自宅で療養する者に対し容体が悪化した場合の症状確認や訪問診療等による医療支援を行うことで、重症化を予防するとともに安全安心な医療体制を確保するということです。内容としてはコールセンターの設置、往診または訪問診療、陽性者搬送体制の確保ということになってます。1800万円分かな予算がついているということです。続いて出水制限の実施について、令和4年8月17日正午から出水制限を実施しますと。玉川ダム貯水率が令和4年8月17日午前9時現在 64.7% ということです。平年の貯水率は 85.7% とだいぶ減ってますね。はい、続いて令和4年度工事安全優良表彰について、本州四国連絡高速道路株式会社は施工する工事等の安全管理及び品質管理の向上に資するため、当社が発注した工事等のうち優良な成績で当該工事を施工した施工会社等を表彰する制度を平成26年度より設けています。令和3年度に完成した工事を対象に審査を行い、工事安全優良賞として選定された工事及び受注者の方を表彰しますということです。日時は令和4年8月23日1時13時15分から本州四国連絡高速道路株式会社本社にて行われるということです。続いてお盆期間における高速道路、お盆期間における高速道路の交通状況速報本市版が出ております。本州四国連絡高速道路株式会社では、お盆期間における本州高速道路の交通状況を集計しましたので、その結果をお知らせしますと。本市のご利用台数、今回のお盆期間中に本州四国間を通行された台数は日平均8万7000台と、コロナ禍前の令和元年度の同時期と比べ 96% となりましたということです。みたいですね。ほとんど戻ったってことですね。前年度の同時期に比べ 158% ということですね。まあ、去年よりもだいぶ増えてるよということになってます。はい、続いて8月18日分ですね。C&K 楽曲今を通じた IMA 今
を通じた今治市の PR について、今治市、今治市職員有志の取り組み。今治市職員有志では C&K 楽曲 IMA 今を通じた今治市の PR のため、今治の T シャツを職務時間中に着用する等の取り組みをスタートしますと。以前水戸今治の記事でも紹介したんですが、 C&K っていうアーティストの方々が今治を全今治ロケで、タオルを振りながらだったっけな、制作した楽曲今の今治ーナっていう T シャツを、職員有志が着るというところですね。 T シャツ着用開始日は8月22日からということになっているようです。当該取り組みの趣旨に賛同する市職員は118名となってますね。って感じですね。はい、続いて夏休み子ども企画夜の話し会。夏休みの夜、いつもと違う雰囲気を味わいながらみんなでお話を聞く夏休み特別企画です。参加費は無料、募集人数は50名で、周り市立図書館にて8月27日土曜日午後7時半から8時半まで行われますということです。続いて小学生プログラミング体験講座。スクラッチというものでプログラミングしてロボットを動かす体験ができますと。講師は落ち文也さん。参加費は無料、募集人数は小学4年から6年生とその保護者8組、場所は今治市立の味方図書館2階会議室にて行われるということですが、こちらは定員に達しましたということになってます。続いて大三島図書館開館20周年記念特別講演会。演題海と島の話。世界の旅をされ島の旅も多い椎名誠氏に今まで旅をしてきた海や島にまつわる話をしていただきますと。参加費は無料、募集人数は25名で、日時は令和4年8月28日日曜日午後2時から3時30分、今治市立大三島図書館にて行われますということですが、こちらも定員いたしましたということです。続いて市民が真ん中懇談会の開催について。市長と市内で活動されているさまざまな団体や個人の方と直接対話し、市の重要政策について幅広く市民の声を聞き、市民が真ん中目線のまちづくりを一緒に考えるため、市民が真ん中懇談会を実施しますというところです。日時は令和4年8月21日10時から2時半ごろ、第1部は市民が真ん中か懇談会、10時から11時40分、ハーバリーミナトホールで、第2部は市長と巡る市内魅力発見ツアー、13時30分から10時半ごろ、下田見発今治着サイクルシップによる今治の魅力巡りクルージングということです。参加者は市内で活動されているさまざまな団体や個人の方15名程度、市からは市長、総合政策部長、テーマ担当課長など、内容はテーマをもとに参加者全員でフリートークを行うなどです。続いて、クリテリウム四国初開催 JBCF 最終戦。日時は2022年10月29日土曜日9時半から15時半、レースは13時15分から約1時間とハーバリーにて行われるということです。ちょっとなんか中身がよくわかんないですねこれ。続いて救急の日の感謝状贈呈式。救急の日9月9日にちなみ、日頃から献身的に救急医療に従事されている救急臨番病院の3名の看護師に対し、本市の、救急医療体制の維持に自己尽力されていることに心から敬意と感謝の意を表し、今治市より感謝状及び記念品を贈呈するものですと。日時は令和4年9月1日の10時から10時半まで、今治市役所本館2階にて行われるということです。続いて、地域協力隊募集を開始しましたということです。募集内容はフリーミッション型。ミッション型は、自伐型林業のモデルチームを作る林業担い手募集、プロスポーツチームと連携した総合型ジュニアスポーツクラブの設立運営、吉見 BG 海洋センターを拠点とした青少年の健全育成及び地域住民の健康増進を図る、デジタルデバイド対策デジタル化の推進隊員、ひまらびグリーンツーリズム推進協議会と連携した島嶼部地域におけるグリーンツーリズムの推進というような地域おこし協力隊の募集が始まっているということです。
続いて、8月19日もですね、国内大手 EC モール楽天市場内特設サイト愛媛百貨店内での第2弾今治物産展の開催について、今治市は EC 分野の今治市事業者の販促販路拡大を強力にサポートするため、愛媛県庁営業本部と連携し、楽天市場内の特設サイト愛媛百貨店でのキャンペーンに合わせて今治物産展を開催しますと。6月の第1弾では今治物産展の実績として約 2.27 億円の売り上げを計上しました。前年の同月比で 107% 増というふうになっています。店舗数に関しては第2弾では1店舗追加して48店舗での実施ということです。続いて、暮らしの日本語教室の開催について、今治市に暮らす外国人が地域社会において他の住民と円滑なコミュニケーションを取りつつ安心安全に暮らすための日本語を学ぶための暮らしの日本語教室を開催します。昨年に引き続いての開講ですが、今年はコロナ感染防止に留意しながら対面で開催しますということです。講師は今治市国際交流協会日本語講師、対象は今治市に住む外国人、参加費は無料ということです。日時は9月11日スタート、第2第4日曜日16時半から18時まで、場所は大西公民館にて行われるということです。最後、めっちゃシンプルですが、ミカバレースクール発表会それゆう柄のご案内、8月21日今治市公会堂にて行われるということです。14時から会場、10時半開演、14時予定は17時というふうになっております。ということで、今週のプレスリリースの紹介でした。はい、ということで今週も終わっていこうかなというふうに思っていますが、どうもね、最近というかここ3年ぐらい僕全く県外、全くだと思うんですが県外に行ってないんですよね。このコロナ始まってから全然2年半か約、松山でさえほぼ行かなくなったみたいな、全然機動力鈍っちゃってるんですが、以前ね FC 今治に所属してた選手たちが、実は奈良クラブっていうサッカーチームに今いて、で仲いい選手もいるので、奈良クラブの試合をね見に行きたいなって思ってるんですが、いかんせん僕ぐらいの年になるとですね、もう気軽にこうサクッと行ける人いないんですよね。みんな家族がいたりとか、そういうこういろんな土日は忙しいっていう方々が多いので、こうサクッとじゃあ明日ちょっと行かんみたいなのがねなかなかないんですよね。残念ながら、悲しいながら、僕の友達が少ないっていう事情もありつつですが、なんかそういうところがあるのでなかなかね見に行けてないんですね。で、公共交通機関で行くより奈良ぐらいやったらちょっと車で行きたいなみたいなのがあるので、それも合わせると車がね奈良まで4時間半ちょっときついですよね。一人で4時間半さすがにちょっときついので、誰かと行ければなと思ってるんですが、なかなか相手がいないので、もし一緒に行くよって方いたら、ここまで一番最後までね、いつも聞いていただいてるのか分かんないですが、一番最後まで聞いていただいて、なおかつおいお前とドライブしてやるぞっていう方がいらっしゃったらね、ぜひお声掛けいただければなというふうに思います。なかなかね、もうみんなお盆とか年末年始を超えていろんな行動、ちょっとずつ行動範囲が広がってきてると思うんですが、僕個人的にはまだ全然広がってなくてですね、別になコロナ怖いとか言って支給持ってるわけじゃないんですが、なかなかね気軽に聞く機会がなかったので、ちょっとずつ行動範囲も広げながら、僕も全然、夏をある程度楽しんでる派ですが、バーベキューもしたし、昨日もバーベキューやったし、花火は見れなかったですが、いろんなこう活動はしているつもりなんですが、引き続き夏、そして過ごしやすくなる秋を目いっぱい楽しんでいこうかなというふうに思ってます。ということで、まだまだ夏休みも続きますし、暑い時期も続きますので、皆さんぜひ体調には十分ご注意いただいて、感染症等の対策もしていただいた上で、夏を楽しんでいただければなと、夏の終わりを楽しんでいただければなというふうに思います。それでは、今週のウィークリーミートにまわりはここまでです。また来週お会いしましょう。さよなら。